本阿弥光悦書、俵屋宗達下へ、鶴下絵36河川若巻、書の達人にして美のカリスマである光悦と謎の天才絵師、宗達による日本美術史上の記念碑的コラボ作品。林波の黎明期に創出された一大共同作品である。コラボレーションという語がなかった時代のものであるが、今日そのように表現されることが多い。コラボレーションは共に働く。 協力するの意味で、共演、合作、共同作業、利的協力を指す語である。日本語ではコラボと略されることも多い。かつては共演などとするのが一般的であったが、2000年以降は初コラボ、異色のコラボ、夢のコラボ、最強のコラボなどといった形で、PR の際に頻繁に用いられるようになった。今日では音楽や漫画などの著作物に限らず、 企業同士、ブランドと雑誌、ショップの共同企画など、あらゆる分野でコラボレーションの号が使われている。さらに、テレビ番組や広告、映画とアーティストとの共同企画にまで用いられるなど、用例が曖昧になっている。相手との協力具合も、建設の合弁事業といえる厳格なものから、動画コンテンツで同じ画面の入ったという、緩いものと様々である。キー局と、 純キー局同士で共同で制作したり、純キー局と在名テレビジョン放送局で共同で制作やコラボがあり、他局同士で制作、著作をする場合もある。また、フジテレビの笑っていいともには TBS アナウンサーの安住紳一郎が出演したこともあり、近年ではテレビ局同士のコラボが行われた。最近ではお互いに同じテレビ局で 隣同士の放送枠のテレビ番組であれば、合体スペシャルという特別番組として、双方の出演者が、それぞれの番組に出演するなどのコラボレーションも多くなっている。また、同じテレビ番組に一緒に出演することを、テロップや紹介で、コラボレーションという表記を使用する場合もある。音楽の場合、ミュージシャン同士、あるいは他の分野のアーティストなどと一時的なユニットを組むことや、 楽曲提供や音楽プロデュースなども含まれ、高級的な活動をする場合はあまり使われない。アンド、日本語の女子の、と、× VS 等で同列に扱われる場合を一般に、コラボレーションと呼び、メインアーティストが存在し、ゲスト扱いになると、フィーチャリングと呼ばれる。また、FNS 歌謡祭、FNS 歌の夏祭りなどの富士テレビの、 音楽番組では異なる二組以上の歌手、ダンサー、演奏家などのミュージシャンを組み合わせて、コラボレーションで楽曲が披露される場合が多いため、バツがテロップで多用されている。漫画の分野においては、複数名の漫画家による合作が行われることがある。作画グループが1972年以降、複数の商業誌などで発表した一連の合作では、プロだけでなくアマチュアを含めた、 数十名の共同作業で作品が制作された。また、漫画雑誌の企画等でその雑誌に連載している作家のうち2名が、2作品の世界観が同一、またはごく近接したものであるとみなし、2作品の登場人物たちを用いて一つの物語を描くといったクロスオーバー作品の形を取るものがあり、こうした合作はコラボレーション作品と呼ぶことがある。なお、 こうした合作は必ずしも雑誌主導で行われるものばかりではなく、柴田正宏の赤い牙の番外編として1982年に発表された和田真嗣の長少女アスカとの番外編、バクーバクーにおいて和田が友情執筆としていた例がある。ありがとうございます。